本日平野萌々の13歳になりました。知ってる味噌パワードンくらったんありがとうございます。ありがとうございます。あ、読めなくなっちゃったあ、読めなくなっちゃった。てちゃん参加はありがとうございます。やあ高橋さん、これだなこれだな これだ。タワーありがとうございますすごいいきなりみなさんもタワーありがとうございますこれだこれだ見て見て見てこれだほら見てみなさんちょっとここに注目して <laughs> うわーすごいすごいメアグラスタンタワーありがとうございますすごいなにこれ <laughs> 何、誕生日ってこんなにすごいの。皆さん、ハートたくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。何、すごい、重大イベント。<laughs> キョップさん、クラッカー、ありがとうございます。鈴木さん、ケーキ、ありがとうございます。すごい。<laughs> すごいね、誕生日ってすごいね。スーさん、クラッカー。 ありがとうございますわあ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 そうです、もう今日大富豪で、モモの誕生日のカードがなんかあるんですよ。もモ,モもらったんですけど、なんか誕生日のカードがあるみたいなので、皆さんぜひ、あの、そのももの誕生日の大富豪のカードをぜひ、あのね、ゲットしてください。 すごい、ね。これえー、すごい。ももも13歳ですよ皆さん。もももはついに13歳になってしまいました。あ待って読めないこれ。誰だろうあのー、月の中にうさぎが入って入ってるやつ投げてくれた人誰ですかありがとうございます。こっちでは見えないです。 なんかギフトがなくなっちゃった大人はい今日でねちょっと大人になってしまった平野百恵さんなんですけどね <laughs> むーちゃんブラボーブホーありがとうございますありがとうございますそうですあと今日は学校行くんですけどママに送ってってもらうので7時40分までやります 結構長いですが皆さんお仕事行くまでは見ててください小学校に戻ってなぁ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 せい君元気ありがとうございますありがとうございますそうですよ皆さんちょっと聞いて生誕祭がなんかもう終わっと思ってたら生誕祭がなんか鉄綱でやるみたいでなんかね、びっくりした なんかみんな吸気性あおがじゃんなのになんかもうだけ手綱でやるみたいそう手綱でやるので皆さんぜひ生誕祭応募してください当たるようにそうなんかねっ手綱って思ったラクラんさん流れ星ありがとうございます ありがとうございますねす全メンバーはまだ分かんないけどとりあえずあの手綱でモモの生誕祭ということが決まったので皆さんぜひ応募してくださいメンバーまだ発表されてないけど応募してよありがとうございます,そうです せつながあなたを祝うありがとうございます <laughs> 鈴木さんハートありがとうございますありがとうございますパチパチパチビーチーそう生誕祭に連れて行ってになりますので皆さん是非生誕祭に連れに来てください有松さんクラットありがとうございます勝ツさんクラッカーありがとうございます皆さんハート ありがとうございます。ありがとうございます。わーわあわわポンコツサンダルもありがとうございます。ありがとうございます。見て。なんか風船十三作ってるんだけどちょっとしぼんじゃった。一はピンピン。こう。こうか。今日で十三歳え反対？こう。 で今日で十三歳半こうだっけ反対こうこうこうだえこうあこうだよね十半対に来てるけどこっちから見ると一緒だよあ違うあこれこうまあ、こうでいいね 三 e あこ,あこっちじゃこっちはねはいはいやってできましたこうはいこうです逆まあ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 こうこうこうオッケーはい十三歳です三十一えどれこうえなにどどれが三十一歳こう ええー、全然わかんない。どれだ 31? これこれまあまあいいや。はい、31歳です。<laughs> あれえー、全然わかんない。まあいいか。顔の逆に1を置いて。顔の逆に 1? 顔の逆こう。 もも平野茉だ。今日で十三歳ですカチリキリキリキリ。一応右手に持ってこうだこうはいこうだね。おお来たオッケーこれで十三歳で三十一歳じゃないですよ。来たオッケーオッケーじゃあこれでお願いしますこれになりますねはいこうです十三歳はこうです皆さん覚えておいてください。 今日で十三歳今日で十三歳になりました。タキ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 今年の抱負はもっと早くケツの案内に出てチームに昇格することです。またハーになった。こうだ。おお来た来た来た。

無限になった。ありがとうございます。けんたん、かわありがとうございます。ありがとうございます。どのチームに相撲したいモモは S と E と、まあ、K2 ではバックダンサー出たことあるんだけど、どのチームもい,いチームですので、モモは、ね、どのチームでもね良いです。なんかあるおめでとうございます。ありがとうございます。有馬さん、ハートありがとうございます。 鈴木さんハートありがとうございますありがとうございます大人の愛とケツがいいかもねケツじゃあケツのまずアンダーに出れるように頑張ります自分の推しチームはケツですお ありがとうございます。たくじさん、ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、りがとうございます。うん、よっ。よっです。ありがとうございます。うん、待って。 ポンコツさんだ。ポンコツさん、これ、これだ。持ち主が見つかったぞ。これだよね。そう。ポンコツさん、これだ。月の中にウサギが入ってるやつ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。うーありがとうございます。 みろさんだるまありがとうございますありがとうございますいっぱいありがとうございますありがとうございますます仕事するのでお届け耳に <laughs> 後ろの風にねそうこれね「ハッピーバースデー」って書いてある HAPP y b i p t h b a a って書いてありますドルさんクラックありがとうございます漢字はやめたんだね仕事 <laughs> しそろそろ仕事に戻りますにに,ににんにんにんににまた夜公演でお待ちしております はいじゃあ今から今からたいしてなぞなぞでもなくたいしてジェスチャーゲームでもなくたいしてマジックでもなく今回は誕生日なのでなぞなぞじゃ物足りないと思ったのでたいしても,もももクイズパチ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 ,パチもものクイズをします。 ホモのクイズをしたいと思います。これはもらえなく 2, 2個クイズがありますので、皆さん、モモクイズにぜひ答えて、ホモのことを知ってください。はい。イェーイ。<laughs> はい。まずマイクが必要ですね、やっぱりこれは。はい。まず、第1問。ジゃラララ。モ <laughs> モのオリジナル音楽。いきまーす。ジゃラララはい。ホモは、 で生まれたでしょう1番29102番36103番4020さてどれでしょうえちごパワータンは頭を張っありがとうございます準備いいなあどうもありがとうございます291036104020 もうあさってダンクラブで生まれたでしょう、はい。コメントで教えてください。投票すると、ここ消えちゃうない。声からコメントにします。初見です。ありがとうございます。九期研究生の。十三歳になりました <laughs>。かっこいい。十三歳、平野桃奈です。よろしくお願いします。今日の子は、もうも十三歳だ。 水って言うんだね <laughs> 初めて言った今はいはい1番だと思う人は手をあげてください2番だと思う人は手をあげてください3番だと思う人は手をあげてください3番3番 <laughs> 番番どれでででししょう、ね、平野13歳です <laughs> かっこいいじゃ正正正解解解はは2番のたとても大きな方です。そして ちなみにまあこれは適当に書いたんですけど、ちなみにこれは弟の生まれた時のグラムです。皆さんノートメモしてください。<laughs> 学校学校。そう。めっちゃ大きくない？もモ,モが三千六百十で、そうなかなかのサイズなんですけど、そうももが三千六百十で弟が四千二十なんですよ。そう。もう生まれた時から大きかったみたいですね。ぜひ。 桃の中は大きいと言いますのでね皆さん <laughs> なんで広々と使えたのでこんなに大きくなったのでしょう桃の予想されることです正解は3610でしたパチ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 弟昭和サイズやな平成までですよでも一応 十二日突破ピン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 ,ピンあと一日あれば百十三だったの十三三十三百十二日イやーイみなさんありがとうございますナイキさんどうもありがとうございますすごいすごいね <laughs> ありがとうございますじゃ 第2問。そこら最終問題なんですが。第2問いきます。じゃらん。初見です。小学生さん。学校大丈夫ですか初見です。空気研究生の13歳の平野ナーです。よろしくお願いします。中学生さんです。小学生さんじゃありません。はい。2問。じゃらん。ももは何時に生まれたでしょう ?1 番。

オッチーさんクラッカーありがとうございますどうだと思いますか皆さん朝の5分朝の5分じゃない5分でもあったらすごいよね <laughs> さてどれでしょうどれもすごいね朝早い時間なんですが夜遅いと朝早いですどれでしょう皆さん4番おしりかじり虫あの勝手に回答作らないでください <laughs> 4番おしりかじり虫は ないです。<laughs> はい。さて、何でしょう。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 な、うん、でしょう。一番、朝の六時。二番、夜の九時五分。三番、朝の八時五分。<laughs> ももう切った時間ですか。

勝則さんくまさんありがとうございます正解は言いますよ正解はピンポンパンポンじゃじゃじゃん正解は3番の朝の8時15分でしたパチ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 ,パチ1番だけ0分1番ねこれ6番6時 <laughs> ほら 正解は三番の朝の八時十五分でした。決して九月五日の九時五分ではありません。そうテストに出るから覚えておいてくださいね皆さん。はいモモの、まあ、正確に言いますとモモのモモの生まれた大きさは。 まああじゃあまだ12歳じゃんまあまあまあそういう意味ではそうだけど <laughs> 確かにそうだねあと見てみんな見てみんなちょっと今時計見てちょうどあと1時間だよもう生まれてるよあと1時間で <laughs> そうまあ桃は3610という大きな女の子で生まれじゃあ3610という大きな大きな大きなもから 女の子が生まれ朝の八時15分に平野桃名誕生しました。という平野桃名クイズを終了いたします。パチパチパチチェチェさん、可愛い,いありがとうございます。イイ。チェチェさん、可愛いい。ありがとうございます。消防さん、ケーキー。ありがとうございます。 あり,いいありがとうございます。キキキキ。チェチェさん可愛いありがとうございます。ラククラッカーありがとういた。クラッカーありがとうございます。サンタさん来た。サンタさんは十二月です。サンタさん十二月の二十四ぐらい。そうだよね。違うっけ。 多分そうだと思います。ドレザンハートありがとうございますどのメンバーから一番最初に届いたえっと、ナルピーさんと池田から朝起きたら来てました。そう。ナルピーさんと池田から来てました。 なんかほんで倉島さんが昨日もも倉島さんと会ったらなんか倉島さんが「ももた明日誕生日だよね誕生日プレゼント買っといてよ」って言ってくれたんですよ倉島さんがね速報これ <laughs> そうめっちゃ嬉しかったですそう,そう池田とそう池田はしいなんですけど池田とナルピーさんに l e i n をもらいました それは嬉しい情報なんですよ、うん、そう今日プレゼント持ってくねありがとうございます今日はおるさんとみおまるさんにあるねえ桃の誕生日にすごいよねそこを倉島さん桃たんをお祝いするそうです <laughs> ちなみに皆さん気づいてますか桃の今日着てるやつは生誕 T シャツです これのハートはなんかモモの手書きなんですけどなんかイラストにしてくださいって言ったらハートは手書きにされたんですけどそうこれ見てモモピッチピッチピッチ四十 <laughs> 分までやりますよあの時間がある方は見てください皆さん仕事に行くと思うのでまあどこの仕事に行くかわからないんですが <laughs> おじさんハートありがとうございます。ありがとうございます。ネットで買えたよありがとうございます。じゃあ生誕 T シャツ着てきてください劇場に。着てきてください。行きも帰りもその生誕 T シャツじちゃんと行って帰ってくださいよ家まで。<laughs> 後ろパ,ッカパカンして。パカン。すごい。 パカン十三歳。あ、こう。パッカン十三歳。パッカン十三歳。もう一応覚えた。十三歳。<laughs> パッカン。いいよ <laughs> まだ十二歳。まあまあまあ。 あとね40分ぐらい50分初見誕生日おめでとうまだ公園で救急生見られてない泣き泣き泣きこんにちはおはようございますきっき9歳の13歳になりました平の百奈ですめっちゃ13歳いいじゃんかっこいい <laughs> 12歳ってよりね13歳の方がいいよねおはようさん 花束ありがとうございます。ありがとうございます。ムチャッテキありがとうございます。ありまつさん花束ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ今日ラスト十二歳配信だったいや違いますよもう十三歳です今日。<laughs> yes Yes 大手はじめまして13歳13歳の平野ももの皆さんはじめまして今まで12歳の平野なんがいつもお世話になっておりましたりんさんハートありがとうございます鉄の顔が吸期生覚えたよありがとうございますありがとございまよしさんタコさんありがとうございます のさん、ハート一重百戦。のさん、ハート一重万個。ありがとうございます。とっかさん。ありがとうございます。じゃあ、もうは今から寝でたいので、 は今からあのももケーキじゃなくてアイスケーキがあるんですよ今日でも夜青春ガールズ公演だから青春ガールズ公演だからケーキが食べられないんですよ夜になので今皆さんと一緒に食べたいと思うんですが冷蔵庫から今持ってくるんですよ <laughs> タモリさんがもうない <laughs> そうなので今ここで食べたいと思います 十三歳履いてないと思いました。履いてます。十三歳最初はさすがに履いてます。<laughs> お疲れたよ。ありがとうございます。オッチーさん、ケーキ。ありがとうございます。履いてましたか履いてますよ。安心してください。<laughs> 鈴木さん、ハートありがとうございます。 開けます。40分までなので。まだ食べ終わりますね。わあ、もーちゃんって書いてある。ーわー、わあ、すご。見て。ほら。うわー、これは皆さんなんと。アイスケーキなんですよ。もう。生クリームが。生クリームよりアイスが好きなんで、毎年。 アイスケーキなんですよついにろうそくが13本させなくなってこういう13になっちゃいましたあこれ13こっち向いてるちゃんとほ見て朝からケーキを食べますろうそくはちょっと火がつけれないので火がついてないまま封しますじゃあお歌を歌いたいと思いますせーのハッピーバースデートゥーユおたそうハッピーバースデートゥーユー ハッピーバースデーティーやももちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。<laughs> 自分で。ありがとうございますじゃ、ちょっとあのね、火をつけるのは自分で怖いので、エアーで封します。はい、皆さんどうぞ。これを封した人はもう13歳にしましたから。いきまーす。<laughs> これは、ろうそくだけ後でね、封します。 なこれ。 13歳そうですよもうもう13歳という年を迎えましたうわ切れてるこれじゃあいただきますあ抜けない抜けないうわー倒れちゃったほら見て <laughs> これはポッピングシャワーというアイスクリームになりますので皆さんどうぞあ<ー>何か何かついてる どうぞ。いただきまーす。<laughs> うんふん。う <laughs> パチパチする。じゃあ皆さんにはハートのチョコをあげます。はい。どうぞ。ハート。おーおー水玉。 これめっちゃ美味しいいいよ、うんうんうん、<laughs> もうひばなんでしょう ちょうど切られてあるので。弟とパパとママ用だな。<laughs> めっちゃしそう。いいでしょ、朝からケーキ食べれて。もうこれでも、もう満足して、今日学校ね、勉強。無理ですね。は <laughs> い、うん。非常にアイドルらしくて、良きです。ありがとうございます、それは。うん。 弟の分はじゃあはいこれじゃあ皆さん何等分かにしてください今ちょうど4,669人見てるので4,600じゃあ4,069分の1に皆さん分けてくださいこれすごくないすごいすごい <laughs> そうそうそうももある学校の友達からこの前 誕生日プレゼントをもらったんですけどねうんうんうん茶色はチョコレート茶色はチョコレートですそうなんかチョコミントモンが食べるアイスの味をマオが買ってきてくるああ足にこぼしちゃったうんおいしいおいしい る。そうももはパパから須田さんんの写真集をもらったんですよそうずっと変えてなくて須田さんの写真集が1年ぐらいずっと変えてなかったんですけど誕生日プレゼントにどうしても須田さんの写真集が欲しかったので須田さんの写真集を買ってもらって今手元にないんですが。 あのね、寝る部屋に須田さんの写真集をいつも置いて宿題するときも宿題する前にイメージで言うとあね。